お待たせいたしました。今日も JR 東海をご利用いただきましてありがとうございます。臨時快速緑海市行きです。次は終点緑海市です。14時30分の到着予定です。緑海市までの途中、稲川、カスタード、川野、川奈、南緑海市では乗り降りはできませんのでご注意ください。列車は2号で運転をしております。お手洗いの設備は前の車両にあります。車内は禁煙です。お煙はご遠慮ください。お客様にお願いいたします。列車、発車前の駆け込み乗車は大変危険ですので、お願いください。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。また、優先席付近では混雑時、電源をお聞きいただきますようご協力をお願いいたします。駅及び車内での危険物の持ち込みは禁止されております。車内で不審な物や行為に取り付けの場合や、迷惑行為を受けたり磨きられた後には、車掌または駅係までお知らせください。また、緊急を要する場合には、車内の SOS 表示のある非常ボタンを押して乗務員までお知らせください。なお、非常ボタンを押しますと、列車は急停車いたしますので、ご注意ください。車両前売りに優先席がございます。お年寄りやお体のご不自由な方、ヘッドマークをお持ちの方、妊娠されている方や小さなお子様をお連れのお客様に席をお譲りいただきますよう、ご協力や思いやりのご協力をお願いいたします。発車します乗務員は運転士、滝口、車掌、加藤です。終点の四日市までお願いいたします。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、車内ではマスクの着用並び、配合を極力控えていただきますようご協力をお願いいたします。
動車ショーが車内へとお伺いいたします。切符の取りのほか、切符の乗り越し、変更など生産もできますので、ご利用のお客様はお知らせください。後ほど車ショーが車内へと伺います。
ありがとうございました。まもなく終点四日市、まもなく終点四日市です。出口は左側1番線の途中です。どうから手を離してお知らせください。この道では次が終点四日市ともに号列車です。引き続きのご乗車はできませんので、お連れ物はなさりませんよう皆様お聞きください。四日市にてお乗り換えをご案内いたします。徳橋から先、富ヶ浜、富田、朝日、桑野方面各駅に停まります。普通列車の名古屋行きは14時40分発、大分同じホームの向かい側2番線から発車をいたします。富田、桑野方面普通列車の名古屋行きは14時40分発、大分同じホームの向かい側2番線から発車をいたします。大分線は切符や IC カード、携帯電話、上着、帽子、カバンなど、お忘れ物、落とし物はございませんよう、身の回りを今一度振り返って、よくお確かめの上、降りください。どうも、JR 東海、関西線をご利用いただきまして、ありがとうございました。終点4日1に到着です。